どうもシャーペンです。今回は、影の実力者になりたくてコラボが12月2日の土曜日11時59分まで開催となっております。まあ、先日アウロラも降臨しましたし、1週間切っているんで、まあ、そろそろ忘れ物がないか確認する時間になってんじゃないかなと思われます。この動画も最終考察完全まとめということで、ガチャキャラ降臨キャラクターの性能を振り返り、最後の仕上げをやっておこうかなと思います。ということでご覧ください。まずはガチャキャラ最終考察ということで性能見ていきましょう。シャドウ SS の演出等をご覧ください。どうぞ。真の最強その身に。これぞ我が最強。 I am なるほど、それがあなた方の力。真の最強その身に。これぞ我が最強。アビリティが地雷魔法陣ブロック減速壁の豊富な4種ギミックに対応しておりまして、まあ、これに加えて全属性に対してのキラーを持ってるんで、まあ、幅広く火力を出せると。でこれで高まった火力によって敵を倒しつつ、ソウルスティール M での HP 回復も可能となっている。でさらに友情コンボは3方向追撃貫通打に超絶ストリートバレットと、まあ、元から両方ともある程度攻め速あるんですけども、これに全属性キラーと両方とも闇属性なんで超バランス型の倍率も乗っかって、光属性に対してより強く出られるというものになっております。でそして超 SS ターンアクセルによって短縮できる SS なんですけども、自強化した後の追撃が画面全体への割合効果があるということなんですけども、これがなんと詳しい仕様まだ不明っていう、まあ、いつもだったら有識者の方が解明しているんですけども、まあ、未だに出てないということはもう相当複雑なものになっているのか、もしくはランダムなのかっていう。で僕もいっぱい使えてはないんですけど、やってる感じはその朝倉陽みたいな感じで触れた敵の数とヒット数に応じて上がってるんかなと思ったら、別にそれに関係なく上下してるってのもありましたし、まあ、本当にわかんないんですよね。であり得るのはかぐや様の SS のような感じで、まあ、一応計算方法としては用意されてるんですけども、複雑すぎてもう実質的にはランダムになってんじゃないかっていう。あのかぐや様のやつは3つの要素が合わさった結果の計算方法なんで、もうあれは狙って高いパーセンテージは出せないと思うんですよ、ほとんど。なのでもしかしたらシャドウも狙えないぐらいの複雑な計算方法になってる可能性はありますね。まあ、でもやっぱり画面全体への割合効果があるっていうのはすごい安心感ありますし、であとザコよりもボスに対しての方が高いパーセンテージを発揮できて、まあだいたいブレがあるにしても、まあ 35% から45% あたりになってるんかなと思いました。2段階目でもう 10% の差はだいぶでかいですけども、まあ十分優秀ではないかなと思いますね。でそして現状の明確な仕事はフォーサーでありまして、も使ってみたらもうその活躍度は期待以上でしたね。まあやっぱり若干足の遅さは気になるんですけども、その分火力は高くて、で火ダメがでかいクエストなんで、その分超 SS ターンアクセルが発動して安定した削りができる SS を打てると。でなんなら敵を倒すことによってソウルスティール M で回復できまして、もフォーサーめっちゃ敵がいっぱいいるんで、まあ、復帰することも可能だよって、まあ、かなり攻守が揃ってまして、クエストとか真珠進化の使用上、まあ最適性ってのは難しいかもしれないですけども、ただ最適クラスの1体というか、まあ、今のところは終末運命共同体とマリアだと思うんですけども、まあ、そこに割って入ることもできましたし、まあ、僕やってみたのは終末運命共同体2体とマリアシャドウの編成なんですけども、実際これで安定し勝つことできたんですけども、他の方意見聞いてると、まあ、シャドウに終末運命共同体1マリアってもあったんで、もうこのパーティー編成の幅が広がっただけでも功労者ではないかなと思いましたね。でしかもそもそも光属性に対しても現環境でも上位クラスの性能だと思いますし、全属性キラーと画面全体割合 SS で、まあ、光属性以外のクエストでも戦えそうなんで、他のクエストで優先して起用されることもあるんじゃないかなと思いますね。マジで思ったより全然強かった。まああとは本当に SS の詳細判明を待つばかりですね。続きましてアルファ SS、 はい。かわいそうに痛いでしょ。もう苦しむことに悲しむかわいそうに痛いでしょ。もう苦しむことに悲しむ。地雷ウィンドワープ減速壁の4種のギミック対応に加えて、汎用火力強化アビリティのロングパワーモードを持ってまして、まあ、これが直殴りに加えて友情コンボにも乗ると。で超バランス型の倍率が乗るクイックチャージショットで火力を出しつつ、ヘキサゴンボムは誘発も可能と。でボス必中追撃の SS なんですけども、敵の中心でも一刀両断って感じなんで、まあ、弱点が中央とかその上下にある場合に強く出ることができますね。で現状の仕事としては同コラボ超究極のアウロラ鉄製枠であることに加えて、天魔4と近畿の30に行くことできるんですけども、まあ、両方とも既存鉄製キャラクターと比較すると貢献度はそこまで。今鉄製キャラクター
ター持ってなかったら十分編成する価値あるんですけども、割って入るほどではないんじゃないかなと思いましたね。ただ気になる点で言うと、まあ、天馬4と近畿30両方ともこの SS の防止ダウンのデバフが活かせないというか、両方ともクエスト自体に防止ダウンがあるんで、家畜されちゃうというか、上書きできないですからね。なので、どっちかといったらこの2つのクエストではなく、この3種ギミック路線での将来性を重視してる可能性ってのもあるんじゃないかなと思ってますね。で、直近コラボキャラクターとはポルナレフと共通点が多いんで、まあ、そこでの活躍に期待するんかなっていう。あ、でも、無一郎のあの活躍を見せられると、未開でハマりそうな気がすごいする。で、そして最後が、ベータ、SS、はい。見果てぬ夢が、まさに我らにふさわしい世界ですね。まさに我らにふさわしい世界ですね。まさに我らにふさわしい世界ですね。転送壁に加えて重力ワープ、魔法陣の優秀な4種のギミックに対応しておりまして、超 AGB やロングスピードモード、超スピード型で自分の足を強化しつつ、 USP アップで味方の足も強化できるって、まあ、自他ともに動きやすいですね。でこれによって SS には触れた味方の SS ターンを半分にする効果があるんですけども、まあ、ちょっとこれと反射の相性悪いんじゃないかと思いきや、もう足が速いんで発動がかなりしやすくなっていると。なのでコナンコラボのアムロさんのような感じで、まあ、複数体編成してこの SS をどんどん回していくって強みあるんですけども、まあ、それよりもシャルルマーニとの共通点多くて、でタラタラギミック対応に似てるというだけでなく、まあ、そのシャルルマーニをさらにサポートできる、 USP アップで走らせて SS も半分にできますからね。で正直ベータ自身の火力ってそんなに高くないんで、そっちの方面での活躍が本命なんじゃないかなと思ってますね。ということでまとめると、やっぱりシャドウが現状フォーサーの最適パーティーとも言えるものに組み込めることに加えて、それ以外のクエストでも優先して起用することがあるんじゃないかと思うぐらいのハイスペックなんで、大当たりの部類ではないかなと僕思いましたね。もうちょっと年末にも今年のコラボキャラクター全員振り返ってティア表つけるっての僕もやりたいんですけども、多分このままいったら僕は一番上のクラスに入れることになりますね。結構評価してるんですけども、だからその分 SS の詳細がやっぱり知りたいなっていう。で時点だとまあ最低ステイクラスの活躍ではないんですけども、仕事量で言ったらまあ近畿30、天馬4と校内のコンテンツ仕事持ってるんで、アルファが当たりではないかと言えるんですけど、やっぱりシャルルマーニュってもう結構いい仕事もらうと思ってるんですよね。ここまで期待されてるってのもありました。あとシャルルマーニュっても結構将来性キャラのゴンゲというか、将来性を象徴するようなキャラクターなんで、これがもらう仕事によってはもうこれからの将来性評価ってのが関わってきますからね。もう今ですら若干コメントでも将来性評価にもうんざりしてるって声も出てきてるんで、多分シャルルマーニュは相応の仕事を獲得するんではないかと予想して、まあ、その優秀な相方になれるベータの方が当たりキャラクターになるんじゃないかなと思っております。ガチャ自体の評価としてやっぱりフォーサーと天馬4の鉄製キャラクターを同時に狙えるっていうのは魅力的でありまして、まあ、両方とも困っていてなおかつ、まあ、今すぐプレイしたいという場合はもう引き力ですし、あと枠組みとしてもここ最近のコラボと似ていて、まあ、明確な大当たり枠、現状の仕事がある枠、将来性枠っていう、これはもう一種の完成形というか、まあ、一番コラボで引きやすい枠組みになってんじゃないかなと思いますね。ただ注意点としては、まあ、ある程度オーブに余裕があるんだったらもうこれから開催されるイベント、クリスマスになるとニュートンアルファの復刻で、そして新春鳥獣震災で新春キャラクターを狙いつつ副産物でマギアを狙うこともできるんで、まあ、これを逃しても最悪、まあ、フォーサー天魔用の鉄製キャラクターを狙うイベントってのは待ち構えてますからね。なんなら天魔用に関してはアルファよりもニュートンアルファの方が全然強いんで、まあ、天魔用のためだけに引くってのは悪手じゃないかなと思いますね。であとフォーサーに関してはコラボ終了直前の12月1日にもう一回購入するんで、そこでもう最終確認というか、まあ、そこまでまた様子見するってのも手じゃないかなと思っております。ということで以上ガチャについてでした。でそして運極にできるキャラクターを見ていきましょう。まずはオリビエ SS、 はい。貴族生でこの転送壁から出た西生と重力転送壁、地雷転送壁は両方とも、まあ、今後仕事もらえそうなんですけど、ただ両方ともすでに運枠が存在している。重力転送壁には炎イカズチ、地雷転送壁にはトロジャナクがいるんで、最悪代用はできますかね。で続きましてアンネローゼ・フシアナス SS、 はい。あなたの動きは完全に見切った。水属性この豊富な4種リミック対応ってのはウンディーネに続いて2体目でありまして、当たるだけである程度の友情火力を出せる超絶次元山で、まあ、月収も貫通ゲージなしなんで、まあ、扱いやすいというか、もちろん前線には立ってないんですけども、運枠の手持ちが少なかったら便利な枠ではないかなと思われます。で次がアイリス・ミドガル SS、 はい。この完成こそ私の力、そして私の使命。つまらない、つまらない、つまらない。
火属性のダメオジライ魔法陣というと、まあ、貫通が天魔三鉄製となった3種のギミックセットがありまして、まあ、逆に反射は、ホーエンハイム、ダリアで降臨キャラクターのめでた一家ってもうなかなか厳しいメンツでありまして、こっちが仕事をもらう可能性ってのは残ってるんですかね。まあ、ただめでた一家に関しては現在作成不可能なので、まあ、一応作っておく価値はありますかね。でそして超究極キャラクターのベアトリクス SS、はい、私はベアトリクス、3種のギミック対応に加えて汎用火力強化アビリティのライトポジションキラーを持ってまして、まあ、これにより画面右半分の敵に対しては時間ながら友情コンボで火力を出せると。であと SS の追撃倍率も降臨キャラクターにしては悪くないですかね。で一応この火属性の3種ギミックセットにはネズコ、ミカサ、赤マナフとかいるんで、まあ、もらってもおかしくはないかなと思いますけども、まあ、言っても魔法陣でし、まあ、ダメブロックには友情&キルとかいるっていうのはちょっと懸念材料ですかね。でそして超究極キャラクターもう1体がアウロラ SS、はい、一度ナイト様に守られてみたかった。地雷ブロック減速壁の3種ギミック対応に加えて生成封じ M で聖騎士と妖精に対して2倍の火力を出せると。でこのキラー M に加えて砲撃型で放てる友情は十字爆撃でありましても誘発も可能と。で SS は画面全体への追撃にも割合効果とかはないんですけども、まあ、これもキラー対象とかの敵に対しては火力を出しやすいですね。砲撃型でこの友情とはいえ、まあ、反射ってのもあって、まあ、砲弾役としての気が難しくて、まあ、あくまでもこの十字爆撃の誘発要因ってのがメインになりそうですかね。であとこの闇属性のこの3種ギミック対応にはエンマとかいるんで、まあ、今年だとやっぱり活躍したのは増白点ですけども、まあ、あんな感じで活躍する可能性はあるんでしょうか。でそして7掛け調査任務で入手することができるガンマ SS、はい、主様よりお聞きした英知の本能チームを主力から再現させていただきました。貫通で転送株を含む3種ギミック対応優秀なんですけども、まあ、それ以外ちょっと現環境そぐわないですね。でちなみに運極作成の方法特殊でありまして、まあ、7加減調査依頼して8時間経過すると9体もらえるっていうシステムなんで、まあ、だいぶ時間かかりますね。コツコツと集めていきましょう。でそしてログインキャラクターのクレア影の SS、 はい、魔力は量ではなく使い方だと教わって。お主ブロック魔法陣っても邪魔なギミック2つに対応しつつ、まあ、魔族キラー M にドレインっていう。で SS は8単価ルーテで爆発友情で月収貫通っていう。これログインキャラクターにしては優秀じゃないかなと思いましたね。ということなんですけども、降臨キャラクター今回目立った性能のキャラクターおらず、まあ、順当に超究極キャラクター2体が優勢になりますかね。まあ、面倒なクエスト、まあ、1個や2個もらったら今の環境十分だと思うんで、そのためといったらあれですけども、まあ、作成しておきましょう。でそしてその他優先事項なんですけども、パックキャラクターのローズ&アレクシアが対応しているこの4種のギミックセットなんですけども、これが直近重心化界のエメラルドと一致しているってもので、まあ、これもしかしたら未開51で通り部パックキャラクターのバジケースが活躍したように、もうワンチャンガッチャリハマるクエストが来る可能性ってのがありえますね。で普通にこれを抜きにしてもこのギミックセットに、まあ、友情コンボ結構サポートに振ってるんで、その他キャラクター編成ミッションでも役立ちそうですし、まあ、これは購入優先していいんじゃないかなと思います。でそしてこれに加えて1日1回ガンマ加入にアイテムの入荷依頼できること発表されていたんですけども、これサプライズで稀にアルファが出現することが確認されましたと。でアルファの恩恵としては4種の先見の書かオープン機械券を 100% 入荷してくれるということで、このアルファが提示してるアイテム欲しかったらもう最優先で依頼しましょうということで、以上影の実力者にライタクトコラボの最終考察でございました。よかったらコメント欄神谷さんのコラボの感想とかお待ちしております。あとすでにチャンネル登録していただけると、こんな感じで動画投稿頑張っていくんで、よかったらしていただけるとモチベーションつながりますんで、よろしくお願いします。これからもぜひでは、ご視聴ありがとうございました。さよならになりたくて。